法量とは、仏像のデザインに関する仏教用語である。現代的には主に、寸法の意味で用いられる。釈迦立像、カーピーシー、52から3世紀、パイターバシツド、メ美術館紀元前5世紀に、インドで釈迦が仏教を創始した。仏典の中には、釈迦の存命時から仏像が制作されていたと説くものも、あり。例えば、アゴン行では、 うだやなが仏像の創始者とされている。しかしこれは考古学的な裏付けに書いていて、北伝仏教にのみ見られる主張であり、南伝仏教の経典では見られない。様々な仏典、歴史資料、考古学的証拠を総合的に検討すると、釈迦の時代の原始仏教の頃から仏像があったというのは到底信じられないことであり。 むしろ釈迦の入滅間もない時代には図像によって釈迦をあがめるような信仰形態は確認できない。釈迦の生涯を描いた仏伝図のうち初期仏教記に作成されたものは釈迦の姿が描かれていない。当時は釈迦の姿を図や像に描くことは不敬や冒涜的だとみなされ不表現が行われていたと考えられている。考古学的手段で確認されているものとして 仏像が歴史に最初に登場するのは、紀元前1世紀に始まるガンダーラ美術や1世紀頃のマトゥーラの仏像群である。仏像の起源をどちらに帰するかは議論があり、その年代についても小説がある。ガンダーラの仏像は古代ギリシア由来のヘレニズム文化の影響を強く反映しており、写実的な人の姿で表現されている。古代ギリシアやローマでは、 伝統的に神々を人間の姿で像にすることが一般的であり、ガンダーラでは仏像に対してもそれが行われた。仏陀の没後、仏陀を通常の人間とは異なった超人とみなす仏陀観が展開し、釈迦は生まれながらにして常人とは大きく異なる数々の外見的特徴、いわゆる32章を備えていると賛美されるようになる。すなわち、 まっすぐに立った時に腕は膝に届くほど長く、指も極めて長く、その間には水かきがある。これに従えば、釈迦の姿を具現化した仏像の姿形は、常人とは大きくかけ離れた形状になるはずであるが、ガンダーラの仏像にはそうした特徴は見られない。ガンダーラにおける仏像制作の実際の担い手である石区たちは、インドの伝統的な文化の影響を受けていない。 人種集団だったため、こうした宗教的制約に縛られずに仏像を制作していた。例えば彼らが初期に作った釈迦像には仏教では近畿となっているはずの飲酒する姿を模したものもある。クリップ中国で極端に単純化、抽象化、様式化された仏像仏教が中国へ伝わると、中国でも仏像が作られるようになった。 写実的な仏像を作ったガンダーラ美術と比べて中国では仏像の様式が著しく変化し抽象化されインドの仏像とは全く異なる様式へと変化した抽象化が行われた背景には信仰競技場の理由と技術的な理由があると考えられている技術的な観点では中国では自然の岩壁に巨大なフッツを掘るようになったため 加工の困難さから彫刻がシンプルになっていったと考えられている。また、ガンダーラ仏像はもっぱら写実性に主眼が置かれていたのに対し、中国ではもっぱら美を目指して仏像が制作されるようになっていった。信仰競技の観点では、釈迦の32章が仏像に取り入れられるようになって、常人の姿とは大きく異なるようになっていった。例えば、 仏像の顔面、頭部、首は体に比べて、著しく大きくなり、写実性の観点からは、通常の人とは大きく異なる様相となった。こうした超人化に伴って、仏像を作成するにあたって、その寸法や体の大きさ、長さの比率が体系化され、仏像の姿形を規定する制約となっていった。その寸法体系のことを、法量と称する。日本には、 この中国様式の仏像が伝播し、日本でも法量に従って仏像が作られるようになっていった。そのため、特に古代の仏像は、通常の人とは、体の各部の大きさやバランスが著しく異なっている。アスカの仏像は我々には、芸術的形態の上からは奇形に見える。木下木太郎、天平彫刻、天平時代の仏像に対する断片的考察。 日本で最初に作られた仏像の作者とされている、倉作りの鳥を筆頭に、古代の日本では仏像制作に携わる職人はトライ人に限られていた。白鳳時代でもトライ人の子孫に限られ、わずかに日本人がその手伝いをした程度と考えられている。天平時代もトライ人や剣闘士として等にわたった経験のある構造に限られていた。日本人の職人が 本格的に直接、広く、仏像を彫るようになったのは、平安時代以降と考えられている。この頃には、中国で造成された、抽象化された仏像の姿は、日本風にアレンジされ、再び写実性が取り入れられて作風は一変した。しかし、写実主義を採用するとしても、法量として定められている各種の寸法や比率を逸脱することは許されないことであり。 現実の人体のリアルな表現と三十二章のような超人的な姿をいかにして両立させるかが物資を悩ませることになった。また、これらの変化と並行して、はじめは釈迦の特徴とされていた三十二章がすべてのフッツソンに適用されるようになっていき、菩薩像や観音像も三十二章にのっとって表現されるようになった。本節では口述する問題から、 釈の換算値をあえて記載しない。クリップ、アスカデラの仏像は、上六の座像、すなわち八釈である。クリップ放流時の釈迦三尊像は、聖徳大子の等身像である。まず、三十二章に従うと、釈迦は常人の二倍、内し三倍の身長があったとされている。そのため、実物等身大の釈迦像を作ろうとすると、 完成型は常人の2倍か3倍の高さとなる。これと比べるとガンダーラ時代の仏像は常人と同程度の大きさで作られていた。基本的には常人の身長は8尺であるとされている。釈迦はその2倍の1乗6尺となり、これを常六という。この仏像は常六であるといえば、 その仏像が一条六尺の高さで作成されていると、同時に実際の釈迦の姿の等身大像であることを意味する。竹六十八尺という表現もあり、これは釈迦が常人の倍の身長があったことを表し、さらに釈迦が常人よりも偉大であることを意味する。日本ではこのスケールで作成された仏像を常六仏と呼び、これを本尊として安置する建物を常六堂という。 日本最古の本格寺院として、蘇我馬子が建立したアスカデラも常六堂であり、以後の仏教寺院もこれに倣って建てられた。藤原道長が建てた無料寺院の阿弥陀堂には九体の阿弥陀如来像が置かれたが、これも常六仏である。釈迦が座った姿を表す仏像、すなわち座像の場合には、高さが半分で表現される。 座った状態では一条六尺の半分の八尺の高さで作成されるが、これも実物大、等身大であるので、乗六と称する。つまり、座像の乗六物は八尺となる。一般的には、釈迦は、主上救済のために常人と同じ姿で出現するので、乗六が仏像の基本単位となり、これを黄人仏とも言う。競技の上では、 釈迦は無限の存在であり、その姿、大きさは変幻自在である。そのため、仏像の大きさが、上六よりも小さくとも、大きくとも、それは、釈迦の実際の姿であるとも言える。この観点から、様々なスケールの仏像が作られた。この際、上六を基本単位として、その何倍、もしくは何分の一かの寸法で増像することになっている。そのうち、 上六の1、2の大きさで作ったものを、繁盛六という。繁盛六の仏像は、上六に次いで作例が多い。逆に、上六の2倍以上のスケールで作成された仏像を、大仏と定義する。インドや中国での初期の仏像はもっぱら岩石を削って作られていたが、稀には、木材で作成されたものもある。これは、高貴な香木で作られており、特に白檀が使用された。 こうした貴重な材を用いて作る仏像は小さく作るように決められており、その基準となったのが一着手藩と呼ばれる大きさである。着手はもともとインドの長さの単位で片手の親指と中指をいっぱいに伸ばした際の寸法にあたる。一着手藩はその1.5倍となる。唐から伝来した法隆寺の9面観音像は一着手藩の代表例である。 体内物や年次物は一着手版で作成するのが通例である。インド、中国、日本では有力者が仏像を作成する際に、その有力者の身長に揃えた大きさの仏像を作ることも行われた。これを刀身という。法隆寺の釈迦三尊像は聖徳太子の冥福を祈って作られたと伝えられており、その大きさは聖徳太子の刀身であるとされている。 蒸気のように法量が定められるが、実際に仏像を制作しようとすると、どの単位を使うのか、どこからどこの高さのことなのかが問題となる。歴史的にこの二つの問題が複雑に組み合わさって、古代から日本の仏像制作者を悩ませてきた。もともと釈迦はインドの人物なので、その身体描写には当時のインドでの単位が用いられている。古代インドでの長さの単位は、 その最小単位が、極民人都市、7倍ごとに単位が上がる。7パロマーノが、1エイニス、7エイニスが、1ローハラジス、7ローハラッチスが、1アブラジャス、という具合に単位が上がっていき、19億7522万6743パロマーノが、1アングヤライバーバとなる。詳細は、下記の通り。 1>, 1アングヤライパーバからは7倍ごとではなくなり、3アングヤライパーバイコール1アングヤライ、12シ、イコール1バイタスティなどとなる。1着手は、大人が、親指と中指を伸ばした、際の長さであり、仏像の1着手半はこれに由来する。その先は、2着手イコール1アスタ、4中、イコール1ダヌー、1000イコール1クローザ、4コウロシャ、イコール1ヨージャナなどとなる。 このように、この単位は人体の部位の比率に基づいている単位体系になっており、仏像の各部の比率を定めるには便利だが、その長さは一人一人違うので、絶対値として換算できない。中国ではこれらの単位を差しに置き換えて記述した。それがさらに日本へ伝わり、日本では仏像を作る際の大きさの目安になった。ところが、 中国の尺は時代ごとに差異があり、それが大きな問題になっていった。法隆寺の時代は中国の唐の時代にあたり、唐時代の中国の尺が日本に導入されたと考えられている。この一尺は約 29.63cm に相当し、現代では明治時代の最定義によって一尺イコール 30.303cm と定められている。 しかし、当よりも古い州の時代には一尺は、もっと短く、約八寸であり、さらに古い院の時代には一尺は、約九寸であった。したがって、経典や文書がいつ記されたものであるかによって、一尺と記述されても長さが違うということになる。これが、奈良時代から、日本の仏像制作者を悩ませる種になっていった。当時の文献によっては、同じ上六でも、 通常の上六と、修上六を区別して記述しているものもある。現代的には、上六イコール一条六尺は約4.85メートルということになり、これが釈迦の実際の身長ということになる。クリップガンダーラの釈迦像、ウェーブ上の毛髪を頭頂で湯上げ、肉タブサシを表している。特に、平安時代、仏像制作者を悩ませた。 もう一つの問題が像の高さをどこからどこまでで計測するかである。一般的に仏像の頭頂部には毛髪が表現され、その頂部には肉たぶさと称する球状の髪の毛のような部分がついており、これをどこまで慎重に含めるか否かが大きな問題になった。平安時代後期にはこれら毛髪部を法量に含めないという解釈が支配的になっていき、 上際から足までの高さを法量、像の高さとして計測するのが主流になった。現代ではこれを上際高といい、頭頂部からの高さである像庫、台座を含めた高さである相高などとは区別するが、文献によっては両者の混用が見られ、それが仏像の寸法や法量をめぐる議論をさらに複雑にしている。現代では法量として これら三種の寸法のほか、面奥、面張り、肘張り、後背口など、様々な部位の寸法を計測する。仏像の大きさという意味での法量の要例は、1548年の雲歩いろは州に遡ることができるが、法量という言葉自体は、これと同時期の兄弟二十冊本毛師匠においても、法量もないという意味に用いられている。そして、 これに先立つ王二十七年の奥書きを有する法量物と題する文献には弓矢を用いた射的での的、的場などの各種寸法が記載されている。法量物一大的こと。的の正五尺二寸。的特使との間三型八寸。下六寸。的場の倒差、ユンズエ三十三に打て三十二に、下立。横串七尺六寸。内乗り六尺八寸。 立串戸より、上六尺六寸。串の太さ口二寸。的の、貝。粉箱二尺七寸。貝三寸五分。二寸五分。三寸。背火の長さ二寸五分。花は保木一、群書類従大四百十五部ケ部十六九倍寺。室町時代、単に定まった量を意味する言葉として、法量があり。これは、法量とも書かれ、法リーアウト。 金書きされた。日本国語辞典は、分量を意味する、法量、仏像の寸法等を意味する、法量、程度を意味する、法量を区別するが、時代別国語辞典は、等、法利用として、同一の項目で扱う。仏教では、常記とは別に、真理に基づいて考えることという意味での用法がある。十三世紀に成立した、消防現像などに用例がある。量も参照。 ありがとうございます。